少豪杰壮志未酬，天地之间聚散一壶酒，大江东去浪淘尽寒意，不是谁都能感受。天下愛子、大変です。愛子、どうした？将官が帝都を包囲しそうです。なんだと？帝都が大変です。将官軍が二手に分かれ、光陵軍が包囲されそうです。偵察を続けろ。はい。愛子、愛子、どうします？将官が帝都を包囲する前に何としてでも駆けつけなければ。間に合わなくなる。走れ。はい、はい、みんな走れ。ほら早く急ぐんだ。走れ走れ。こっちだ、急げ。将軍、あっちだ。はい。進め。将軍、戦いを。光陵将軍、我々がここで追って抑えます。お逃げください。将軍、待て。お前たちはよくやった。敵を侮った私が悪い。私はここまでだ。お前たちだけでも生きろ。もう全力で支えてやってくれ。この目で真の滅亡を見ることはかなわんが、私の死後は宇賀祖軍を率いることとなる。宇賀百年に一人の才を持つ男、長年腕を磨いてきた宇賀世の人々に仰がれる日を私は目にすることができる。天下を取るまでの道は前途多難だろう。皆に命ずる。
私に仕えたのと同じく鵜を補佐しろ。お前たちの命でその尊厳を守り抜くのだ。将軍、我らはその兵、逃げるくらいなら戦場で死にます。そうです。天意に従い秦を倒せ。道半ばにして私は死ぬ。だが諦めん。鵜に伝えよ、忘れんな。最も強き力は己にではなく天下の民の中にあるのだと。民意に従えば必ず蘇は秦を滅ぼす。よいか、お前たち何としても生き延びろ。ここから逃げるのだ。将軍、将軍、早く行け。将軍、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 どうする。突撃だ。死ぬ気で戦え。どうだった。おい、廃校、ひどいありさまです。将官の兵が帝都に攻め入ってました。周到に計画していたな。他の諸侯で帝都の救援に向かった者は俺たち以外に誰もいませんよ。諸侯は誰も来ません。廃校、見てください、兵も馬も皆疲れ切ってます。言っても無駄ですよ。どうせ命にするだけです。恩知らずどもめ自分たちは危機の時義理堅い公領将軍に助けられながら知らん顔を決め込むとは。奴らが逃げても俺たちは行く。集合しろ。出発だ。廃校、大変です。廃校、お世話です。帝都が落ちました。中には入れません。廃校、行っても無駄死にするだけです。公領将軍は救えない。そうですよ。いや、無駄でも助けに行く。廃校、ちょっと廃校、待ってください。行かねばならんのだ。邪魔するな。危険です。邪魔する者は処罰するぞ。皆を集めろ、行くぞ。はい、はい、怖い、冷静、ちょっと待ってください。死ぬのが怖いか。はい、こ、はい、こ、こんな時に死を恐れるのか。ねえ、あ、おい、はい、はい、こ、孔将軍、報告がありました。我が軍の将軍は斬首されたと。おじ上はいたか。いえ。将軍、行くぞ。you
早く早く下ろせ。誰か。ここはどこだ。帝都の外れの村です。誰かいないか。ハイコ、お目覚めて。終末、前から何度も言ってるだろう。行く先々の土地で民家には入るなと。ハイコ、夜遅かったので休める場所が他になかったんです。光陵将軍は確かな情報で、光陵将軍は亡くなったと。皆は外にいます。呼んでこい。はい。ハイコ、ハイコ、ハイコ。
あの時俺を殴った奴は誰だ。ん？質問に答えろ。誰が俺を殴った。大変なことをしたんだぞ。そのせいで行けなかった。俺です。お前か。ひざまずけ。なんで殴った。ハイコ、ああしなければハイコも仲間も無駄死にでした。帝都は落ちたし、光陵将軍も救えなかった。それに約束を交わした諸侯は誰も来やしない。俺たちが行ったって死ぬだけだったんですよ。黙れ。でもハイコは冷静じゃなかった。血迷ってました。血迷っただと。死罪にするぞ。ハイコ、今回は仲間のためにやったんです。ハイコが言っても状況は同じでした。お前たち皆が頼むなら今回は許してやる。立て。感謝します。ありがとうございます。はい、ごめんなさい。光雨将軍が直到着します。何、どういうことだ。光雨将軍が何しに来るんだ。どうしてこっちに。何なんだ。なぜわざわざ。おい、半壊を外へ連れ出し無知で50回撃て。でもさっきは許して。さっさとやれ。半壊来い。はい、行こう。送信。はい。手加減しろ。はい。お前はどこにいた。帝都から百里のところに。日の出の頃はどこにいた。帝都の外れでした。そこまで行ってなぜ入らぬ。許しを請う気はありません。ただ召喚はまさに同盟であり、我が軍の主力も制し、手薄な軍勢では全員の命を懸けても無理でした。だから部下に帝都に入るなと命じたんです。おじけづいて光陵将軍の命を救えなかった。どうぞ処罰してください。自分が悪いと言いながら部下を罰するわけは。部下は関係ありません。私が決めたのです。悪いのは私です。止められたのか。城内に入っても無駄死にするだけだと。お察しの通りです。叔父上は諸侯の危機に必ず駆けつけた。だが叔父上の危機には諸侯は皆動こうとせず、
誰も来なかった。お前の軍だけが昼夜を徹し、百里を走り、帝都に近づいた。お前のことを責めはしない。賢明な判断だった。叔父上の喪に服す姿に心から感動した。お前は私の義兄弟だ。私が義兄弟？兄として礼を受けてくれ。生まれた日こそ互いとも。死ぬ日は同じであらんこと。皇将軍、いつか危機の時は命を懸けお助けします。敵対する日が来たとしても、何をされようと兄の命は奪わない。光陵将軍は死んだのに一体どこへ。光将軍の元だ。この少人数でどうやって敵軍を突っ切るんだ。新兵を捕まえてその軍服に着替えるんだ。待て、止まれ、逃げるな。おい、あるんだ。待て、止まれ。逃げろ。止まれ、逃がさん。どうする。真の陣営を突っ切る。他に手はない。見破られたら死ぬ羽目になるぞ。生きて紛れ込める保証はない。皆に話してこい。ついてきたくなければ解散だと。ついてくる者は皇羽将軍のもとへ連れていく。分かった。聞け、お前を殺す気はない。代わりに協力しろ。ここを通りたい。通れれば話してやる。本当に？うん。だがもし陣営で大声を出したり妙な態度を取ったら、お前を殺す。はい、はい。今夜の合言葉は何だ？戦勝。嘘じゃないな。はい。行くぞ。待て、合言葉は戦勝。囲め。何ですか、これは。どういうことですか。俺ですよ。合言葉は二時で変わる。忘れたか。あ、そ
そうだ、忘れてました。うっかり。このバカ者めが、今度から門は通らせんぞ。そんな、指揮官許してください。今回だけです、二度としません。いいか、根の国には出世に財運だ。ああ、どうもすみません、助かります。みんな元の位置に戻れ。ほら行け行け、ほれ。すぐに兵を出すべきです。神竜を攻めましょう。出撃を。召喚の野郎と決戦だ。出撃！動員だけ！今行けば取り返しのつかない敗戦を喫する。出撃だ！いや、ダメだ！行くべきだ！総領将軍はそんなことを望んでない！行くぞ！ダメだ！絶対出撃だ！いや、行くぞ！ダメだ！動員だけ！やめろ！将軍、いかがしますか？出る。出撃するぞ。全軍に伝えろ。今夜神竜へ向かうと。なりません。言ってはならん。今神竜を攻めるのは時期が悪すぎる。戦うどころか、着く頃には兵たちは疲労困憊だろう。全く勝算はない。降伏将軍、なんだと。よくも抜け抜けと。なぜ叔父上は死んだ。お前の入れ知恵のせいであろうが。それで叔父上は死んだ。あの羊飼いを王にしなければ、人の顔色もうかがわなかった。叔父上は死んだというのに、お前はここでのうのうと生きている。その上まだ命令しようというのか。若造め、無礼が過ぎると。死ぬのはたやすい。無駄に過ごした誠意、うんざりしていた。光陵殿がいなければ、すでに私は墓の下で朽ちていたわ。での敗戦は天意だ。覆すことなどできんのだ。光陵殿の恩義にもまだ報いていない。さもなくば秦軍と差し違えている。こんなところで苦闘することもなかった。トリッ、その剣は光陵殿がそなたに託した剣だ。その剣が表す栄誉にふさわしい人物になれ。励むのだ。殿には子がいなかった。そなたと孔一族に全てを捧げたのだ。海王を立てたのはただの気まぐれではない。熟慮の上の策略だ。秦滅亡を前に軍用が発起した。
その旗を立てずして誰が従うのだ。そなたは勇気と野心は持っているが知恵が足らん。まだ私に文句があるならこれまでだ。何をする、離せ。やめろ。手を離せ。離せというに。愚かでした。叔父上の霊が近くで私を叱っています。行かないでください。軍師殿、これからは私の第二の父に。この私がそなたの父だと、父と呼ばれるとは。こんな愚かな息子を持つなど、これは何かの報いか。なぜだ。グキ様、グキ様、お待ちください。緑衣、来ないで。緑や、いや、緑衣氷、心の憂いはいつ消える。名付けた方についていきます。あなたは自由よ、もう行って。主人はみんなすぐに召使いを見捨てる。人情がないんですね。破れた服や割れた器みたいに人を扱うんだもの。何を言うの。お互い悲しい者同士じゃないですか。そばに置いてくださればいいのに、なぜ突き放すんですか。悲しい呼び名でも、あなたはいつも明るく生きてるわ。ついてこないで。確かに我が軍の部隊名だが、到着するまでの経路が怪しい。お前たちは脱走兵だろう。この陣営にたどり着くまで皆必死で頑張りました。野宿をし、空腹と戦いながらやっと着いたんです。脱走兵が自陣に戻るわけがない。いいのがらか、殺してやる。近づけば殺す。いいよ、そこで。そこで何をしている。話してやれ。脱走兵ではありません、言いがかりだ。そいつを離せ。手は出さない。武器も手放そう。戦況報告は。第四軍は北に陣を張っていたはずだ。ここまで来るには秦の陣営を抜ければならん。どうやって来た。バカにしているのか、それとも秦軍がバカなのか。その経路で来ました。そうです、そうです、そいつのおかげです。そうです、間違いないです。説明しましょう。敵の包囲を崩して新兵を待ち伏せし、生け捕りにして服を奪い取り、全員が着替えました。敵の陣営の合言葉を聞き出し、闇夜に紛れ敵陣の真ん中を通り抜けてきたんです。脱走兵ではありません。おお、証人がいます。連れてこい、証人だ。今の話は本当か。はい。連れて行け、調べろ。そいつを話せ。きちんと調べよう。男に二言はないですね。約束は守る。お前の名は？関心。
武器様、皇后将軍は山の向こうです。会いに行かれてはいかがですか。やめて、彼は鬼よ。今頃はきっと武器様を案じているはず。人殺しの鬼の割には武器様の前ではまるで子供のよう。なんだか可愛いです。可愛さの裏には憎らしさが。私にはよくわかりません。お二人はとてもお似合いだと思いますけど、いつの日か皇后将軍と武器様が一緒になればまさに完璧な夫婦だわ。調子に乗らないで。武器様どうされました。蛇に噛まれて。落ち着いて、今手当てを。武器様、辛抱してください。武器様、武器様、しっかりしてください。武器様、武器様、さ、立って。お前の服か。なぜそんな衣装を持ってる。俺が怖いか、それとも嫌いか。そうだな、無理やり家を占領されたら嫌いにもなる。仕方がないんだ。今や帝都は一面廃墟だ。行き場がなくてこうして民家に泊めてもらっている。だがそれもあと数日だ。怖がるな。俺たちは盗賊じゃない、廃山兵でもない。ん？何も悪いことはしない。誰の夢中だ。夫です。将軍、体から毒はできる限り抜きました。ただこの一両日は危険です。油断は禁物です。下がってくれ。はい。
踊りが得意だそうだな。そまいが上手だと聞いた。祭りの時には毎年人前で踊っていたのだろう。さあ、これに着替えて踊ってみせてくれ。着替えたか？なぜ着替えない？お腹が減って立つのがやっとなのに、踊りなんて無理です。谁知